ペーパーマリオカラースプラッシュというわけで、どうも皆さんこんにちは、ウルです。というわけでね、今回からペーパーマリオカラースプラッシュやっていこうかなと思います。いや、何気にね、ペーパーマリオカラースプラッシュね、みじんも知らないんですよ。私、数々のペーパーマリオシリーズもスーパーシールも、なんなら最新作の折り紙キングもやってるのに、カラースプラッシュだけやってなかったんですよ。そう、スプラトゥーンばっかりにハマってて、その後すぐ Wii U 売っちゃったからね、俺なぜか。そのせいであれだからね、もうカラースプラッシュやらなかったからね、俺。というわけで、今回がカラースプラッシュやってくるわけで、わ、なんかすげえマリオなんか勝手に行動してんね。うわ、何色取り、何やカードだ。あー、なるほど、スーパーシール基準なのかな、この感じ。何あいつカード見てんだ。後ろにキノピオいますよ。あー、ここベンチ取れねえじゃんって言ってるじゃん、ほら。おー、マリオまさか塗ってあげんのか。早く塗れよ。いや、すげえ、なんか命令されてなかった、今。おー、なるほどね。こんな感じで色を取り戻していくのか。わかりゃいいんだ、わかりゃ。いや、あいつ結構態度でけえな。というわけで、じゃあ今回からペーパーマリオカラースプラッシュやっていきましょう。A ボタン押してください。というわけで押していきましょう。もうあんな感じで塗りたくって色々なんかやっていくのはね。おー、いきなり雨。そしてすげえ、画質すごい綺麗だな。Wii U 時代だからね。うおー、なんかマリオの位置じゃん。なんかちょっといつもと違う。誰だ、この怪しい二人組。なんだこいつら、クッパ君か。クッパ君だったら優しいからいいか。なんかマリオンってこんなんだったっけ。おお、すごいリアル。おお、ただお前。お前がかい。どうしたの、何その手紙。で、どうしたのってか、傘さして来いよ。なんでそんな緊急事態だろう。で、何これ、手紙。何これ。え、読んでみろって。もしかしてこれスマブラの参戦状。え、何これ。え、キノピオ。え、どういうこと。え、何これ、元キノピオだったってこと。え、何お前、折りたたんで持ってきたの、お前ら。結構悪趣味ね。え、何これ。なんか、社員みたいなマーク。てか、待てよ、これ、一回ピーチ読んだ後に広げずに持ってきてまた折りたたんだってこと、これ手紙に。結構害悪なことしてないこれ。で、何これ、下でペンキのマークがついてる、なんかペンキつく。うおー、てかこの船あれじゃないの、いつものあの船じゃないの。結構、荒い時に行ったら緊急事態なんだね、本当に。ペーパーマリオ、カラースプラッシュ。かっこいいね、タイトルコール。いつもと違ってなんか緊急事態味が強いね。で、ここ、いや、すごいな。後ろの背景、すごいピアノ線みたいに吊るされてるけど、背景の雲。画質すっごい綺麗だな。スイッチやった後だけど、普通になんか Wii U の画質もだいぶ綺麗ぞ。おー、で、ここは今回の、あれ、拠点となる場所かな。なんか色、ところどころ色抜けてるけどね。これ、ピーチ、御用達の船かい。いつものゴロツキターンの船かと思った。うわ、キノピオいきなり来たな。皆さん、ようやく着きましたよ。あー、はいはい、いつものね。そっか、今回から折り紙キングしようとか、キノピオが多いのか。ここが色通りの港か。綺麗で落ち着いて、大人の雰囲気ですね。お前ら、うおー、ピーチ、お前絶対さっきのその傘、雨の時に貸してくる。なんだなんだ、この紹介。すごい、強調激しかったな。中並ご苦労様でした。相変わらずだな、お前の声は。お前ら喉痛み組じゃん、もう。早くクッパを出せ。ルイージを出せ。ここが色彩の楽園と言われる、彩りアイランドの中心にある街、彩りタウンね。すごい説明口調じゃん。で、マリオは？あら、でもリゾート地のはずなのに随分静かだわ。まあ、でしょうね。なんかあったんでしょうね。あれもそうですね。軽っ。キノコ王国からはるばる海を越えてピーチ姫とマリオさんがやってきたというのに、誰も来ないなんて失礼極まりねえな、おい。口悪いな。お出迎えもないなんて、ちょっと寂しいですね。ねえ、マリオ、いろいろとについてはよ、早く行こうや。え、え、あら、マリオ、夕べの話で船酔いしちゃったのね。船酔い？え、なに、紙の世界で船酔いすると丸まるの。もうこれ捨てられない？このまま捨てようかしら、とか言われない？ピーチ姫に。大丈夫これ。結構入れましたからね。くしゃくしゃに丸まっちゃったのも仕方ないですよね。どう、そうなの？マリオさん、着きましたよ。いつまで丸まってないで。パリッとしてくださいよ。すごい髪の表現。何パリッとしろって何すんの？何これ？ああ、ジャンプしろってことね。オッケーオッケー。で、さっきのさ、俺傘の答え突っ込みたかったんだけどさ、ピー絶対さっきの嵐の中に来るとき傘差すべきじゃなかった。いや、それでも嵐すぎてあれなのかな。逆に傘差さない方が安全だったのかな。というわけでジャンプ。はい、オッケー。主人公！いつものね、いつみマリオ。よかった、いつものマリオ戻ったわ。もう調子は良さそうね。そうだな。声高い連中だったり低い連中だったり協調激しいな、この三人組。それでは早速、この白紙になったキノピオの手がかりを探しましょう。また折りたたんだろ。何運びやすいからってまた折りたたんだ、それ。そのサイズ。絶対折りたたんだよね、その手元にあるキノピオ。あれでいたきっとドッキーシーンは、この色のタオのものだから、どこに送り主がいられたな。私はこの日のために、旅行ガイドをバッチリ読んできましたよ。まずはこの港を出て、町の地にある彩りの泉に向かいましょう。トリビアの泉みたいなもん。彩りの泉はここ彩りタウンのナンバーワン観光スポットですから。
きっとたくさんの人たちで賑わっているはずですよ。ピノピオ、はじゃ気持ちわかるけど、頑張りたわけじゃねえんだぞ。このしずけさんのとこも怪しいわ。何が起きるかわからないか、気をつけて進みましょう。ああ、というわけで HP50、ああ、やっぱ折り紙キング仕様、おお、お前らついてくんのかよ。ドラクエ仕様なんだね。ててててー、ててて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 てて、って感じで BGM 流れるよ。うん、話せる、なんでこの密集地帯。コミカドーデで彩りネズミ食べるね。はい、というわけで彩りネズミ向かうわけで、ここは、ようこそ彩りタウンへ。ああ、すごい説明ありがとうございます。で、これ白紙になってるこの看板とか読めんの？これは、特に調べる。てか、ハンマー持ってきてねえのか。あら、この看板真っ白よ。まつげしげるの発生反対ね。これじゃ何が書いてあるかは読めないわ。おかしな看板ね。いや、そういう問題じゃねえだろ。絶対キノピオと類似で多いだろ。うお、なんだここ、なんか話しかけられそう。あ、マリオさん、あの、ここの青いにあるのはハンマーじゃないですか？いや、ごめん、俺、樽、目の前の樽の方が気になっちゃった。ハンブル箱に乗って調べてみましょうよ。うん、いいの？簡単に盗んで。なに、こんな簡単に入手できちゃっていいの？じゃあ調べてみます。てか、あいつはジャンプできてねえじゃん。ハンマーよ！ゲット。久しぶりだな。おお、マリオさんで言えばやっぱりハンマーですよね。とてもよくお似合いです。ハンマーは B で振れます。木の箱ならきっと一発壊せますよ。大丈夫？お出迎えもいないし、自分たちの道は自分たちで切り開かないと。何かっこいいこと言ってんだ。まあ、とりあえずこれハンマーできんの？あー、やっぱ B ボタンハンマーね。まずお前ら、お、叩けるじゃん。ねえマリオ、叩くのは私じゃない、私じゃないわよ。ねえマリオ、叩くのは私じゃないわよ。あ、こいつはボットになってるわ。じゃあキノピオも、よいしょ。マリオさん、叩くのは箱だよ、箱。ちょっと怒りを感じるね。だけどこれ、あー、まあ箱とか叩いてで、ね、金がゲットできるのか。まあ、折り紙キングと仕様が同じならよ。これ多分きっと敵と戦っても経験値がもらえねえ仕様なのかな。なんか敵とか戦って経験値もらいたい仕様だよね。で、これは別に破壊できない。これも破壊できないと。まあ、とりあえず箱で破壊できる場所が多くなったから、これでいろんな場所を調べていけばいいってわけかな。BGM ないの。おお、何？やった、これで先が進めま、先に進めますね。さすがマリオさん、いつもながら頼りになるわ。ああ、なんかすごい、すごい、あからさまなチュートリアルですね。というわけで、ここにある箱も破壊していきましょう。あのコイン1個気になる。こういうの気になっちゃうタイプの男なんだよ、私。じゃあ、というわけで先進んでいきましょう。今46コインですね。あの彩りのやつは取り戻すのはまだあれなのかな？色を取り、なんかオープニングすげえマリオ色塗ってたけど、今回ってあれでしょ？なんか色が色々なくなるから、それを取り戻す戦いなんでしょ？なんかところどころ色抜けしてんな。誰もいねえし。ほんと観光スポット、ここ。周りに旗とか街灯というかなんかすげえなんか丸まってるもんとかあるし。色抜けてキノピオ、立ちながら死んでるキノピオいるが、あいつ弁慶か？おお、風で揺れる描写、あ、いいね。なんだあの白紙の紙は。すごい散ってるけど、これ実は全部キノピオだったりしないよね。え、ここが彩りの泉。町の中心に誰もいないなんておかしいわね。ガイドブックにも彩りの泉や彩りの便器が湧き出るとても美しい泉だとありましたよ。その泉からですけど。ナンバーワン観光スポットはこんな寂しいなんて確かに様子がおかしいですね。誰かいないかちょっと向こう見てきますよ。お前死ぬやつじゃないそれ。ゾンビ映画で一人はぐれたやつは死ぬぞ。うん、やっぱりこの化身は色取れたのに間違いねえわ。うん、この白紙の木の実は一体誰が。だから折りたたむなっつってんだろそれ。わかん。なんもわかんねえかい。え、なに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 。エマージェンシー、エマージェンシーだけど、エマージェンシーだけど、なに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 なんか出てきたよ。これ、全然ハイテクな文明出てきたけど、なに急に。マリオ、地面が開いて何か装置のようなものが出てきたわ。冷静すぎないか、お前。ちょっと調べてみましょうよ。うん、キッケ盛んだな、お前は。で、調べてったで、これ立てばいいの？非常用ロック解除方法。泉の広場に隠された次の3つのスイッチを全て作動させてください。青、叩く。キー、引っ張る。赤、ジャンプ。なるほど、なんか赤色ジャンプとか白とか言われたけど、まあ、とりあえずやってみるか。で、お前、なんで捨てたんだよ、キノピ。拾ってやれよ。あれこれ。いや、こっちは来てよ。え、泉広場に隠された三つのスイッチですって。泉広場ってここのことよね。あたりいろいろところで調べてみたら、壁とか床とか、まあいろいろ。私もいろいろ考えてみるわね。じゃあもっと教えてくれよ。私も考えてみるわとか言ってくれ。全然考えてくれんねえわ。で、黄色を引っ張るとかあったけど、何をすればいいの？おー、ちょっと待って、今なんか出たな。あ、これ引っ張る？これ黄色か？黄色かこれ。で、花がスイッチになってるの？もしかしてこれ。ああ、そうなんだ。で、青が叩くだっけ？青が叩くね。青色のものとりあえず叩く。あ、ちょ、待って、赤色叩く。これ赤色はあれだっけ？なんかジャンプだっけ？これじゃないか？なんかずれてたもんね。オッケーオッケーオッケー。で、これで赤色光る。うん、すごいな。ルーマニアだっけ？あの国旗。あの国旗のカラーリングルーマニアだっけ？どうだったっけ？俺そこら辺まで国旗詳しいから。で、叩く絶対これだろ。オッケー。で、これで全部やったけど、これどうなんの？ルーマニアカラー揃ったけど。いや、信号機カラーか。でも赤が真ん中だから違うんだよな。黄色真ん中だからな。すごい厳重にロックされてんな。
なんでこんな雷入ってくるの。なんか開いたけど、なに？てるるる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 、なにこれ、なにこれ、ほんとに。バケツ？あら、マリオ、掃除が入れた、ただ何かが、中から何か出てきたわよ。なにこれ、なにこれ、缶詰かしら。いや、ほんとに、ほんとに缶詰、なにこれ、バケツ？まあ、よくわからんけど、なんか、最重要機密事項っぽいから、とりあえず持ってみる。よいしょ。缶詰なら中に何が入ってるのか、ちょっと気になるわね。ねえ、まあ、蓋開けてみましょうよ。蓋？蓋ついてんの？あ、ほんとに蓋ついてんだ。ずいぶんすっぺれ。ん？開かねえわ。開かねえかい。蓋開かないの？なぜかしら。引いてた前には叩いてみろってことわざもあるわよ。さっき家も手に入れたでしょ。いや、凶暴すぎない、姫様今回。まあ、叩くか、ほら。うわぁ！ペンキー！何ペンキーって。お前、バケツだろ、または。一体何するんだ！殴ったの君か？猫見をすぎだろ、そうなんで。卑怯だぞ！いや、卑怯もラッキョもねえから。何お前すげえ歌う、あそこの部分腕みたいになってんだ、持ち手の部分。あら、ごめんなさい、悪気はなかったの。だって、缶詰に見えたから。言い訳の仕方がひどいな。あれ、どっかの国の姫様？あ、まあ、そういう概念はあるんだってか、お前なんでペンキだ、お前ペンキじゃねえだろ、どう見たって。お前どっちかで缶詰とかだろう、名前。お姫様なら仕方ないが、この街のことはよく知らん、わからないだろう、死ね。大事なお客様を放ってはおけないな。よろしければ僕がこの街をご案内しましょうか。あら、ありがとう、缶詰さん。それでよろしくお願いするわ。私はビーチ。送られてきた白紙の木の実を調べに昨日豪華やってきてましたよ。こちらマリオ、ジャンプとハンマーで私たちを守ってくれる頼れる仲間よ。そしてもう一人、明るく真面目な働き者。ギャー！いや、いきなりうるせえな。あ、この悲鳴は。やっぱりあいつゾンビ映画と同じ末路辿ったな。やめて、何するんですか、話してくださいよ。死んだな、あいつ。早いね、ペンキ。あの叫び声はよほどに地雷だよ。まあ、でしょうね。これでどうする、ただつまずいただけだったら。向こうの様子見に行った。基本病の声よ。痛い目に遭って痛い先生かわいそうだわ。急いで行きましょう。もう痛い目に遭うこと前提なんだね。じゃあ、ただとりあえず行きますか。で、ペンキ、お前をついてきてくれんの？今回のオリビア的なポジションなのかな？あー、話したかった。だって BGM はすごいなんか軽快なリズム。愉快なリズム。え？やめてくださいよ。え？どういう状況？呼びはストレスされているわ。いや、どういう状況だよ、ほんとに。下半身不随になってんじゃん。マリオさん、足元色が抜けて力が入りません。アンパンマン、せめて声だけ、こんなもの拾いました。きっと何かの役に立つかも。なんかすげえ昔のマリオなんかワールドだっけ。いや、スーパーマリオ3か。マリオ3の記憶を見たこと言ってるわ。うわー、なんか色々くれた。なにこれ。すごいくれたな。どんだけ持ってたんだよ。カードをたくさん取ると。え、もう、あ、お役ごめん。あ、待ってくれるんだね、それまで。兵法優しい。まあ、いいや。いいやつだったよ、お前は。いや、すっごい。でー、海洋サスペンスみたいになった。キョー、大変。興味が、拾いましょうに。別にそんな驚かんよ。だって、お前冒頭で送ってきたじゃん、俺手紙にしながら。昨日。何かあいつキロキロ言ってんぞ。なんだあいつ。マリオ、それだけのカードがあれば、アルソルドお化けと戦えるぞ。ストローお化け。兵法だけどね、見た目。ヘイホー、お、ヘイホーじゃん、かわいい。来るぞ、マリオ。すごい、もうすっかり相棒だね。わー、ちょっと待った。え、ザワールド。どうした？マリオ、君はペンキを持ってんの？何それ。まあ、ハイにしとく？一応、ペンキ持ってるし。嘘はダメだよ。ペンキの匂いが全然しないよ。どうしよっか。どうした？てか、よく見るとペンキ紙じゃないね。影は、なんか影、ぶっとくない？なんか。参ったな、あたりペンキも全然落ちないし。こうなったら仕方ねえ。マリオ、僕は絞るんだ。何言ってんの。さあ、近づいて A でギューッとやってくれ。いや、ヘイホに気遣ってる。なんかごめんね、ヘイホーくん。いいんだよ、つるわ。なんかマックス100って書いてある。で、何これ絞るの。いやー、ペンキー死んじゃって。紙になっちゃった。どういうこと？絞られると紙から、紙になるの、この世界。じゃ、紙を絞ったらどうなんの。うわ、ペンキ絞り出して体がペラペラになっちゃったよ。そんなもんで済むの。でも体がすごく軽いし、これはこれで悪くないね。君たちお揃いだしね。ポジティブ。さて、いいかい、マリオ。そのペンキを言うとは、いわば僕の血と汗と涙。いや、使いづれよ。そして、バトルでカードの力を引き出すためにはペンキが必要なんだ。いや、増えたぞ、後ろ。あのストローお化けを倒すには、それだけあれば十分だと思うけど、あまり無駄遣いしないで。いや、無駄遣いしろと言わんばかり3体来たぞ、もう。なんか一人だけストロー持ってるもん。そろそろ襲いかかってもよろしいでしょうか。真面目。多分これクッパ軍なんだろうけど、やっぱり真面目よね。
ゲーストのお化けの仲間が増えてる。でもきっと大丈夫。さっきのカードと僕が血絞り出した血と汗の涙のペンキで戦うぞ。いや、だから使いづらいんだって、その言い方。おーおお、戦闘始まった。チュートリアルですね。バトルスタート。さあ、カードのペンキを使ったバトルの始まりだ。はい。で、どうすればいいんです？え、なに？え、なんか、Wii U パッドです。そうです。そうだ、その、ごめん。今、下の方にペンキがいってる。なんかね、ちょっと読むね。ペンキが話して、ウィーウィーシーな。いや、ちょっとごめんなさい。なんかごめんね、ヒホさん。トイレ、どんな、今、下の方で Wii U パッドで今、ペンキがなんかいろいろってか、解読すね。まずはバトルの準備だよ。さっきここに、ヒノビがくれたカードが並んでいるね。このカードに書いてる絵によっていろいろな技を使えるんだ。というわけで、なんかいろいろ並んでるね、カード。なんか靴のマークがいっぱい並んでる。例えばこれ、ブーツの、2つ書かれてるね。いや、これみんなにわかんねえんだよ。これはジャンプ攻撃で2回繰り出すというカードだ。マークの数が攻撃回数を表すよ。この他より大きいブーツは、まあ、なんかでかいブーツのマークがあるんだけど、アクションコマットって知ってる？いや、うるせえな、上の兵法、お前兵法で。で、強化でジャンプ攻撃1回繰り出す。マークの大きさは攻撃の強さを表してるんだっていう。なるほど、なるほど。アクションコマットって知ってる？うん、知ってます。じゃあそのカード1枚選んで、この指でここまでスライドしてみよう。というわけでなんかスライドしろって言われたんで、スライドしてみますね。今スライドしてみた。誰でも最初は素人さ。いや、優しいな、兵法。で、そのカードでセット OK をする、タッチすると OK となるってことで、じゃあちょっとタッチしましたね。で、タッチすると、いや、カードをセットしたら指で直接タッチでペンキで色をつけてみようって、ちょっと待って、Wii U パッドに出されても困るんだけどな。ペンキ、色をつければつけるほど技の効果が高くなるからね。なるほど、わかりました。じゃあ、とりあえず塗ってみました。なんか色塗ってみたね。今まで白黒だったからね。で、色をつけたらペンキ OK をタッチしてね。はいはい、まあチュートリアルだしな。で、これタッチだ。どうなの？最後に色付けたカード指でシュッと弾けばバトルスタート。さあやってみよう。ああ、はい、わかりました。じゃあ上に送ります。はい、送りました。はい、これです。これが色ついた状態です。とにかく、ファイト！それじゃあいよいよセットしたカードの技を使おう。やっと上に出たね。この時タイミング A を押すとバトルが U になる。これをアクションコマンドって言うんだ。ジャンプでは敵を見つける瞬間に A で連続攻撃ができる。成功しすぎは再開5回まで攻撃できるんだ。あー、スーパーシールと同じような感じか。A の代わりにゲームパッド画面をタッチしても OK だよ。それじゃあやってみよう。まあ、A の方がいいだろ、絶対。あーい、あーい、あーい、あーい。まあ、連続ジャンプみたいなもんか。大成功。さあ、今度は敵が周りに攻撃してくる。ガードしてみよう。敵の声を当たる瞬間に A を押せばダメージ減らせる。やってみよう。わかりました。おー、成功。意外と可愛らしい。可愛らしい。成功。で、またこれカードやればいいってわけか。じゃあ、ちょっとやってみようか。あ、でもちょっと今度ジャンプ立つやつにしてみたね。え、これ何すればいいの？はい、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 おい。もしかしてこれ2回連続攻撃できるとかか？ああ、いいね、いいね。便利、便利。で、これ2体連続やれたんで、はい、オッケー、KO！ 大成功！で、これバトル勝利と。本当に経験値もらえねえんだ、今作。ああ、かわいそうに。あいつらも白くなって、爆散したけど。やったー、マリオ！君、なかなかやるね。カードのペンギンをしっかり使いこなしていて、なかなか筋がいいね。それで、この木の病どうすんの？破く？ああ、かわいそうな木の病。さあみんなに今回はただ素の姿の木の病に祈りを捧げましょう。いや、もう殺すな、殺してんじゃん、もう。いじめいくら祈りを捧げても色が抜けた髪は元には戻れませんよ。バカかな？口悪いな、ペンキ。でもご安心ください。色抜けを元にするにも、ペンキを使えばいいんですよ。え、血と汗と涙を。え、そんなことができるの？知らなかったわ。いや、もうやめろ、そのテレフォンショッピングみたいな、くだり。このありたけたちが元に戻って、まるで奇跡だわ。いや、もう海外のあれじゃ、もうテレフォンショッピングじゃ、本当に。奇跡なんかじゃありません。これがペンキの力ですよ。今なら税込み3980円。マリオ、このペンキの使い道はバードルだけじゃないよ。君の時のハンマーとペンキの力を組み合わせる。あー、あれがオープニングでなんか叩いてたハンマーですか。X でハンマーを振ると、そこからペンキが発射されて色を塗ることができる。なるほど、X ね。さあ、マシュルさんではキノピュー X とペンギンハンマーで色を塗ってみよう。ほら、ほら、どうだ、戻れっつってんだろ。て、青ペンキだけすげえ残ってんだ、上の部分。じゃあ、とりあえず X でボン。赤色なんだよ、キノピュー。マリオさん、お渡したソンカードで、あとは、よろしく、頼みます。って、あれ？ああ、マシュルさんの体が元に戻っています！となると、コッパミジンされた君も、兵法軍団たちの方がかわいそうじゃないこれ。まあやった、私は今戻ったぞ。いろいろあったけど、元の木の病院の姿に戻れて本当に良かったわ。色だけに。いや、腹立つな。あんなに白かったら誰が誰だかわからないものね。これがペンキの力だよ。いや、お前の血と汗と涙だろ。僕が血と汗と涙を絞り出して帰りもあったというものさ。本当にごめん、本当に悪かった。こちらの缶詰さんが出してくれたペンキのおかげで私の色が元に戻ったんですね。いろいろとありがとうございます。助かりました。こいつは色という単語使えたからな。でも塗ってばかりいたらすぐにペンキなくなっちゃうかも。
キノピオくんご心配なく。この彩りタウンではお花や木などハンマーを叩いてもペンギンが出てくるけど、それよりも街の中には彩りの泉にペンギンがたっぷり溢れていただろう。あの泉の周りに混んでるロックスのビッグパンクスターから湧き出るペンギンは使いたい放題さ。なかったよ。彩りタウンのお土産に好きなだけ持って帰るといいよ。あら、おかしいわね。あの彩りの泉さっき私たちが見たときはペンキスターなんてなかったわよ。そうですよ。私もとても楽しみしていたのに、泉はクスカスからからかれてペンキなんて一滴もなかったですよ。はっはっは、泣いちゃったのこいつら。三つのだビッグペンキスターから紛れるペンキは決して軽いことはないんで、バカ。スカスカにからからなはずがないじゃないか。おかしなこと言ってないで、泉においでよ、一緒にペンキを浴びて楽しもうぜ。大丈夫かな。三つのペンキスターどういうことでしょうか。私たちも泉に行ってみましょうか。あ、マリオ、そこにもいろいろ消した木の実が噛み切るように倒れているわ。いや、扱いがひでんだよ。待って待って、かわいそう。あの気分を助けてあげて、お願い。仕方ねえな、待ってく。ほら、起きろ。青色。え、よいしょすいー。なんだこいつ。あ、違う違う違う、私は兵庫に押されて白黒にされたんだった。あ、マリオさん助けてくれたんですね。あざす。私は泉を越えた向こうの青色区にあるカードショップの木の実です。カードをいろいろ取り添えています。ぜひご利用くださいて。ああ、あれ、そういえば私の持ってるカードがなくなってる。この辺りで落としたかな。やばい、バレる。後で請求される。やっぱあいつのカードだったのか。まあいっか。とりあえず俺たちはここでなんかこう、ああ、なるほどなるほど。こんなに木を叩くとインクが落ちるって、本当にこんな感じで落ちるんだろ。ああ、いいね、このインクの質感というか。マジでスプラトゥーン。オッケー、これがマリオラトゥーンだね。マリラトゥーンだ、マリラトゥーン。あ、黄色マックスになったね。これもインクの条件とかどう、ん？マリオさん、先ほどの平行とのバトル、なかなか良かったですよ。急にどうした。でもアクションコマンドはまだまだもっと良くなりますよ。もっとよろしければ練習できませんか。いつでもお待ちします。なんか急に何で、ここなんだこの広場。別のとこにあるわけじゃないか。まあ、とりあえずペンキのとこ戻ってみるか。 BGM は割と不穏なんだよな。おいペンキ、死んでる。スカスカカラカラ、ないないです。ビッグペンキスターがないんです。ものすごくショックみたいですよ。見りゃわかる。監督さん、動画元気を出して。いや、お前もペンキって呼んでやれよ、名前あんだから。そんなに大事なものは探せばいいじゃない。きっとどっかにあるはずよ。いや、そんな感じで、そんな方見つかるか。あー、もう無理ですよ。ビッグペンキスターがいなくなったら色取りなんだって。ラベルが剥がれて色がわからなかった。ペンキカーみたいなもんだよ。いや、わかりづらったとえ。なんだかよくわからない例えだけど、よほど大事なものなんですね。それは同意するわ。ん？あれ？ちょっと待って、この匂い。ペンギンさんの匂いがするぞ。いや、お前すげえな、嗅覚。あの木の病を元に戻してあげようぜ。あーった、そこ！いや、普通にあるな。ペンギンさん、ペンギンさんがあるよ！あれがそうなの？あれ、お願い、僕あのペンギンさんのところまで連れてって、どうやって。ちょっと汗と涙を絞ってペラペラになっちゃったから、あまり力が入らないんだ。それはごめん。元やといえば、カンザメさんは木の実を助けるためにビラメになってくれたんだし。マリオ、こんな私たちがカンザメさんを助けてあげましょう。ペンキーって名前あるだろうが。さすが BGM、 話はわかる。優しいお方。ただ僕はカンザメではないです。改めまして、ペンキーと言います。みんな、よろしく。じゃあ、さすがあの3階にあるペンキーさんとかもお願いします。マリオ、ちょっと懐に失礼しまーす。入れるんだね。そうそう、なんでいつも僕とは話してきてよ。することに迷ったり、わからなくなったり、迷ったり、わからなかったら遠慮なくいつも呼んでね。できるだけアドバイスするよ。私たちはこれ少し休んでから BGM と一緒に待機できる動画を探してみます。マリオ、あたり神の祝福がありますように。うまいこと言ってる場合か。祝福で回復したんだが、誰かいたらいつも私のところに来て精一杯お祈りをするわ。お祈りで体力回復した、すげえな。ちょっとペンキー呼んでみるね。押して僕を呼んでくれたんだね。色抜けしたキノピオを見つけた。ペンキを塗って助けてあげよう。了解した。まあ、とりあえず色抜けてる場所でこんな感じでペンキを塗りたくってあげればいいのか。今日もお花は綺麗だなって眺めていたら、不意に後ろから座れて。ところで、色のヤイアンのお花は、叩くとペンキが出るんです。すごいでしょ。はあ、まあ、とりあえずこんな色抜けしてる部分全部塗りたくって言えるのか。いや、結構あれだな。ちゃんとしっかりねと、反映されねえんだな。おいおい。てかね、こんな感じで、とりあえず、おらおら、塗りたくっていこうぜ。これ適当にインク消耗しても、これやってやってもインク消耗すんの？あ、消耗するわ！マジかよ！これやっても消耗すんのか、意外と厄介だな、だったら。なるほど、なるほど。というわけで、こんな感じでいろんなとこが色、その、ちゃんと色合いに合ったものをゲットしないといけないんだな。こんな感じでとりあえず塗ってって、おいしょ。ん？色の毛を塗ったらペンキが足りないみたいで、お花焼きを立てて補充しよう。結構残虐のこと言ってるけどね。
ん。ああ、なるほど。こんな感じでペンキをゲットしても、こんな感じでハンマーとか手に入るんだね。なるほど。そうか、シールだから消費技なのか。意外と大変だな。で、こんな感じで塗りたくって。ああ、まあ、とりあえず一応街の色の毛全部とりあえず直してみるわ。まあ、この木の病も、色塗ってあげるか。一番最初の印鑑木の病。手が、手や、手や、手紙木の病。やめてください、話して話して。私はただ郵便屋さんだよ。郵便屋で結局、逆に手紙されちゃったんだ。あれ、マリオさん、おかしいな。平子たちに破壊締めされて、店から連れ出されたのは夢ん、なんか、高度に購入なのか、ペタンと腹、なんか、殴られたような感覚が。長い長い悪い夢を見ていたような気がします。そうだ、申し遅れました。私、この彩りタウンで郵便をしてる木の病です。もしよろしければ、青色区の郵便屋へ、ぜひ、お立ち寄りください。もしかしたら、マリオさん宛ての手紙が届いてるかもしれませんよ。それでは、お待ちします。なるほど。俺宛てに手紙とか、なんか、過去作のキャラクターとか手紙来たりすんのかな。まあ、それは楽しみだね。まあ、とりあえず、いろいろ塗りたくってみるわ。あ、こんなとこにも木の病院じゃん。お前、何してん？ん？死んでる？ああ、なんだい？何？はっ！やっぱり夢じゃなかった！大事な色の娘が、ああ、追い出すのも恐ろしい。悪夢であってほしかったですよ。でも、あのマリオさんが来てくれたな、心強いです。ここは、イトロディタウン、赤い6です。赤い6、まあ、生でいろいろ色によって区が分かれてるっぽいね。まあ、とりあえず、足元のこれ全部塗りたくってくるわ。で、3階に連れてけって言ったけど、これ、こっからこっち行っちゃっていいのかな？これ、こっち行ったら、ワールドマップ？違う。ワールドマップじゃねえだろ。これ、どうやったら上に行けんだろう。まあ、とりあえず、周り散策してみっか。あ、青色の方が行くっぽいね。あ、Aブロックあるじゃん。で、これ、色塗ると、あー、開くのか、ここが。あるよ、この扉の色抜けが治って開けられるようになったよ。あ、多分そうだよね。この世界で様々なものは色抜けしてしまうと、その働きも失ってしまうんだ。そんな時、ペンキ、ハンマーって色を塗ってやれば、また元通りになるよ。色抜けを見かけたら、なるべく直した方がいいね。なるほど、なるほど。了解した。じゃあみんな、ちょっと今回とここまでにしましょうか。じゃあ次回、この青色区をいろいろ散策してったりして、あのペンキスタートやらゲットしていきましょうか。それじゃあ、ここまでご視聴ありがとうございました。じゃあ次回の動画で皆さんまたお会いいたしましょう。バイバイ。